ニールス・エドバレド・カタヤイ,イネンは、フィンランドの空軍軍人、パイロット。最終階級は注意。出撃回数196回、累計撃墜35.5機。マンネルヘーム十字勲章受章。相性は、ニーパ。対ソ連戦で、幾多の先行を挙げたエースパイロットであると同時に、様々な不運に見舞われ続けたことから、一般には、ついてないカタヤイ,イネンの呼び名で知られる。 ただし、当時の戦友からは、それだけの不運に見舞われて、なお生き延びたことを指して、とてもついている片やいねだと評されたこともある。1919年5月31日、首都ヘルシンキに生まれた。子供の頃からパイロットに憧れていた片やいねは、長じて、グライダーパイロットの教習所へ進んだ。1939年11月、ソ連がフィンランドに侵攻を開始し、 冬戦争が勃発した。片やイネムは軍に志願入隊し、可視官候補生として戦闘機パイロットになるための訓練を開始した。冬戦争は1940年3月にひとまずの休戦を迎えたものの、片やイネムは訓練を続け、1941年初頭までにパイロット過程を終了した。1941年6月初頭 ソ連との戦闘再開が差し迫ってきたため、片やイネムは、軍装に任官して、第24戦隊第3飛行隊に配属された。ところが、片やイネムは、ブルースター B-239 での最初の、訓練飛行から、着陸足や昇降打が損傷するという不運に、見舞われた。以降、この手の不運が片やイネムにずっと付きまとった。まもなく継続戦争が勃発し、 片合年も実践任務に就くこととなった。6月28日、片合年は SB-2 を撃墜して初戦火を挙げた。しかし、被弾によってエンジンを損傷し、危うく墜落しかけた。8月12日、片合年は I-153 を1日で2機、撃墜し、累計撃墜5機を達成してエースパイロットとなった。ただし、 やはりこの日も被弾して、危うい目にあった。1942年4月12日、少尉に昇進した。6月25日、ハリケーンを撃墜し、累計撃墜10機を達成した。7月、片や年は修理した戦闘機のテスト飛行の際に、機体ごとひっくり返るという事故に見舞われた。ただし、この時彼自身は、傷一つ負わなかった。9月9日、 片やいねんは爆撃機の飛行隊である第48戦隊に転属となった。片やいねんがあまりにも貴重な戦闘機を壊し続けたためだった。10月18日、同じく爆撃機の飛行隊である第6戦隊に転属 SB-2 での対戦紹介任務に就くこととなった。これに不満を持ったタやいねんは何度となく戦闘機隊への復帰を要請したが認められなかった。 また、態度が悪いということで、一時は飛行任務から外され、ハンガーの掃除係というおよそエースラッシュからぬ感触に、回されたこともあった。1943年4月、周年仏解生願が実り、片やい年は7ヶ月ぶりに、第24戦闘機体に復帰した。5月18日、約マイナス1を撃墜し、累計撃墜15機を達成した。六月六日、 バルト海上空で敵と交戦し、被弾によって重傷を負った。それから3ヶ月を病院で過ごし、その間に結婚した。9月24日、中尉に昇進した。1944年2月、片やい年の部隊は新たに、メッサーシミット BF-109G-6 を受領した。しかし、この機体での最初のテスト飛行の際にも、彼はエンジントラブルという不運に見舞われた。 数日後にエンジンを交換して再テストを行ったが、今度は機体がバラバラになるほどの大事故を引き起こした。重傷を負った片やイねんは再び入院した。6月、赤軍の下記構成が開始されると、片やイねンは急遽退院して部隊に復帰した。6月23日から7月3日までのわずか10日間で16.5機撃追という大きな戦果を挙げた。 しかし7月5日、最大の不運に襲われた。敵機との交戦で被弾した片やイネンは、基地への帰路を急いだものの、エンジンから漏れ出したガソリンが気化して、コックピットに流れ込み、それを吸い込んだため、着陸間際に意識を失った。結果、機体は、時速 500km で滑走路に突っ込み、完全にバラバラになった。片やいネンは、ひどい重傷を負ったものの、 何とか一命を取り留め、入院したまま9月3日の休戦を迎えた。1944年11月10日、空軍を除隊し、予備役となった。12月21日、フィンランド軍最高の武功勲章であるマンネルヘーム十字勲章を全軍170人目に授与された。戦後、片イネ年は、ヘルシンキ市役所に勤務した後、実業家として活動した。 1997年1月15日、77歳で亡くなり、冷えたにえみぼに葬られた。ありがとうございます。